リカャイズニュースの編集を務めています、川名と申します。え今日は、リネン合同会社代表兼カスタネットを代表の栗原佐和子様にお話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ですね、貴重なお時間作っていただきまして、誠にありがとうございまますす本日よよろろししししくくおお願願いいいいたたます。 はい、えー、それでは早速ですね質問の方入っていきたいと思うんですが、はいえー、栗原様が描いている夢やビジョンをお聞かせくださいはい。 えーまあ、夢と言いますと結構なんか私夢をたくさん持っていてもと、はい、個人の夢だったり家族の夢だったり仕事の夢だったり、はい、なんかこう、はい、いろんなことに対して夢を持っててなんかそれを叶えたいなって結構欲張ってるのが自分なのかなってちょっと思ってるんですけどあ、はい、まあ今日はちょっとその仕事の夢っていうところでお話をさせていただければと思うんですけれども。はいはい えとまあ、仕事の夢でいうと私はこう自分のやりたいことが言えて、はい、それがこう実現できる世の中っていうのをこう作っていけたらいいなっていう夢を持ってます仕事でやりたいことって結構会社員とかだとまあポジションによってはなかなか言いづらかったりですとかこう実行までいかないっていうことも多いかと思うんですけれども。はい まあでもその今いる場所からすごく遠く離れていたりとか、こう発表紙もないこととかでも、はい、まあ夢って別に言っていいのかなと思うんですよ、あ<ー>はい、周りに。はーい まあでもなん,かこうなんとなく大人になるとそういうことってなんか恥ずかしいというか言いづらくなっていくっていうのがあるなっていう,ふうに思っていて例えばこう周りから馬鹿にされるんじゃないかとかこう何言ってんだろうこの人って思われたくないなとか、うん、まあできるわけないよそんなのとかって言われるとか,、まあ、なんかそういういろんな経験っていうのを重ねていくうちに。 そのうちこう周りにこういうことをやりたいんだよねっていうのをこう言いづらくなっていくっていうのがあるのかなっていうふうに思うんですよね<ー>でこうそれが続いていくと人間ってこうやりたいのにできないっていうそのなんかジレンマがあると、うん、まあストレスを感じると思うのでそのうちその夢っていうものをそもそも持つっていうことをやめちゃうんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。 なのでまあそうなっていくとちょっと悲しい社会というか悲しいなっていうふうに思うので、うん、なので私はその自分のやりたいことが周りにこう言えて、まあ、つまりこの周りが受け入れて背中を押してくれるっていうふうに感じられるような世の中だったり、うん、まあそれがこう実際にあの夢で終わりじゃなくて実現できるっていう世の中だったらいいなっていうのがありますね。先ほどあの冒頭でご紹介いただいたんですけれども。はいはい 今私はそのカスタネットっていうウェブデザインの事務所を個人で、はい、千葉県でやっているのと今年からリネン合同会社というまあコンサル会社を立ち上げまして、はい、なのでここの2つのこう日本柱の仕事を通じてこういった夢がこう実現できていったらいいなというふうに思ってます、うん、ありがとうございますなんか今の話を聞いててやりたいことっていうのはとからなんか夢って 今できてないこと、やっぱりやりたいって思う感じですね、うん、そ,すねそれがこう、えーね、実現できなかったり、言えなかったりするっていうのは、すごくあの閉塞感があるし、うん、それが言えて、てはい、実現できるって言ったら、いやー、なんかめちゃめちゃいい社会になりそうだなーって、今、お話を聞いてて、ちょばくはくしました。<laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> そうしましたら、そういった夢やビジョンを具現化していくのに、はいえっと、どのような目標や計画というのがこれっていうのは、結構壮大な夢というか、はい、大きな話だったと思うんですけれども、はい、この私一人の力で社会を変えてやるんだっていうような話ではなくて。はい なんか私がこの出会った方とかっていうのを通じてこう自分のやりたいことをまあ私がこう応援したというか応援してもらえたとかそれによって実現できたっていう体験っていうのをまあ仕事を通じて一人でも多くの人がまあそういった経験をしていただいてまあそれによってこう同じ価値観私と同じようにこう考えてくださる方っていうのが増えていくとまあ自然と世の中全体の価値観っていうのも変わっていくのかなと思うので。 まなので私が変えてやるっていうよりはだんだんこうじわじわ<あ>あの広がっていくといいなっていうような感じの夢の<あ>、はい叶え方というかっていうのをちょっと考えてるんですけれども、うん、まあなのでまあ私が目指すことっていうのをその中で言えば、はい、先ほどもちょっと言いましたけど仕事で出会った方とかこう関わった方のまあこんなことやりたいと思ってるんですっていうようなお話っていう、うん、まあそこの気持ちを叶えてあげる仕事をすること。 なので、まあ、もちろんねこう,こういう結果を出したいっていう目に見える結果、まあ、売り上げを上げたいとか、まあ、そういったところについてもね当然、この目指している場所っていうのにこう向かっていくんですけれども、はい、それ以上にそのやりたいことをこう共感して受け入れてもらえたとか<ー>それの実現のために一緒に動いてくれたそれで自己実現できたっていうその気持ちの部分での満足感っていうのをこう感じてもらえるような、うんうん、そんな仕事がしたいなっていうのがこう目標ですね。あ なので、まあ、それを、ね、<ー> 1>, <laughs> 1人でもこう多くの方にそういったことをこう今後感じていただけるようにしていきたいなっていう,ふうに思うので、うん、まあ私自身も、ね、いろんな方と出会えるようにこうどんどん成長して大きくなっていかないとなっていう、まあ、使命感じゃないですけど頑張らないとっていう気持ちもあるんですけれども、うん、なのでまあ今回に、ね、こういう機会をいただいたのもそうですけどこう私自身のやりたいことっていうのもこうどんどん発信をしていきたいと思いますし。うん まあ実現もしていきたいですし、こうなんかやりたいことが言えて、実現できるっていうそのなんかムーブメントの中に。自分も常にいたいなっていうふうには思いますね。うん、で、んまあこういった。はい、はい、<laughs> すいません。<laughs> あ、なるほど,ど。<laughs> まあこういったこの、なんか成功体験というか、うん、まあやりたいことを言って。 周りに受け入れてもらえた応援してもらえた、うん、それでこう実現ができたっていう体験をしてこう気持ちの部分の満足感を得られた人っていうのは多分その人が今度別の方に出会ってその人の夢とかを聞いた時に多分その応援して実現を支えてくれる一人にこうなっていくのかなっていうふうに思うのでなんかそうやってこう連鎖をしていってほしいなっていうふうに思います。本当になんかやっっっってててもらって嬉しかったことって 自然ととちょっとやりりたくなりますんか自分の体験をやっぱり周りにもしてもらいたいっていうのってあるのかなと思うので、うんうんうん、そういう連鎖いいですねそうなってくれるとすごく嬉しいなと思います、うん、そうしましたらそういったビジョンを爆言化していくのに 現在どんな活動指針を持って、どんな活動をされておられるでしょうか、はいまあ、その最初に夢としてお話をした、自分のやりたいことが言える。はい 言語化された明確な目標っていうのを最初からずっと持っていたかというと、まあ、そういうわけではないんですけれども、はい、ただ自分の今までの活動の中でその自然となんかこういったところにつながっていたのかなっていうふうには思うんですよね。うんうん、なのでまあ先ほどその個人のウェブデザインの事務所と会社とまあどちらもやってるっていうふうにお話をさせていただいたんですけれども。はい あの個人事業の方では特に、えっと、魅力発掘というキーワードであの、まあ、活動指針というんですかねああっていうのを掲げてちょっと活動をしております。うん、これはあの、まあ、クライアントの方も私も個人の,あのウェブの仕事なので、はい、まクライアントの方も結構個人事業の方ですとか小規模事業の方が多いんですけれども。ああああ まあ、そういったあの小さい規模の,あのビジネスの場合だと、まあ、経営者の方の,そのやりたいという気持ちそのものが結構事業を動かしたりとか発展させる原動力になっているケースがすごく多くてですねあ反面あの提供している商品とかサービスっていうのとこの自分自身っていうのが結構直結しているというか<ー>密な立ち位置にいるので。 自分に何ができるんだろうっていう,こう自分への不安とか自信のなさとかネガティブな自己評価みたいなものが、はい、そのビジネスそのもののアイデアとか発展っていうのを邪魔しちゃってるケースっていうのも過去あ,<ー>あるなって今まであの、うん、感じていたんですね。あのなのでこう、まあ、自分のことっていうのは結構冷静に客観的に見るのってあの難しいと思うんですけれども。うんはい なので私はちょっとそういう方とお話をしていく上でその方がこう無自覚にやってるんだけれども実はこれってすごいことだなとか他の人にはできない魅力だなって思うことを結構何でもフィードバックをするようにしていてそうするとこう自分では見えない部分の気づきみたいなものをこう感じていただけるようにしてます。それがこう魅力発掘っていうふうに呼んでるものなんですけれどもそれによってこう自分の自信がついたりですとか。 こう新たな発見自分の事業ってこういう良さが実はあるんだっていうのがあって、うん、それでこうポジティブな行動をするためのこの原動力みたいなものをこう踏み出すことができてるのかなっていうふうにあの思ったりしますなので、まあはい、ウェブ制作やってますっていう風に結構看板としては出してるんですけど、はい、実はその魅力発掘の方を重視してへ <laughs> <laughs>、えー <laughs> 一つでウェブ制作っていうことをやってるだけなのかなっていうのをちょっと感じたりは <laughs> しますねあその会社の方ではですね、はい、共感の連鎖っていう経営理念を掲げて活動していまして、はい、こちらの理念のほうですかね。はい 共感の連鎖というキーワードを掲げてるんですけれども、はい、こっちの場合ですとクライアントさんはもうちょっと大きくて中小企業規模の方とかが多くなるんですけれども、はいはい、会社もあの、まあ、法人っていう名前の通りこり人的な部分というかがあるので、うん、まあやりたいこととか魅力とか大切にしてること価値観っていうのが、まあ、会社であってもやっぱり人のようにそういう部分も持ってるものだと思っているんですけれども。うんうん まあそういった、ね、その会社の思いっていうところに、まあ、従業員の方だったりとかあのお客様っていうのがこう共感をしていくことでこう事業が発展していったらいいなっていうそういう姿を目指してるのが、まあ、我々の,その理念合同会社のまあサービスを目指してる形なんですけれども、うん、その先ほどこうお話ししたような 自分の成功体験によってこう自分のやりたいことを言って受け入れてもらって実現できるっていいよねっていうのでこう周りにも同じように接していくその連鎖が起こったらいいなっていうのもまさにこれもなんか共感のの連鎖っていうものなのかななといいう,うに思っていてなのでまあその個人事業にしても会社の方にしてもまあ個人であれ法人であれその 人ととかか会社の思いいを尊重するというか、うん、っていうのがこうビジネスをさらにこう魅力的にして輝かせていくのかなというふうに思っているので、うん、まあその魅力発掘ですとか共感っていうキーワードを先ほどあの申し上げたんですけれども、はい、その辺はその思いを尊重するためのこの具体的な行動で、うん、まあそれによってこう自分らしさとか会社であれば自分たちらしさみたいなものをこう改めて気づきというか発見をして。 それを生かして最大限こう魅力的なあの見せ方というかっていう発信をすることでまあそういったビジネスをしてもらうっていうのがこの私の描いている夢とか目標に近づくためのこう道筋なのかなっていうふうに思ってます。う最初の冒頭が若干ちょっと電波の調子で聞こえづらかったのがあるんですけど最初からあの自分でやりたいことを言葉にできる。うんうん わけではなくて、え、そうですね。そ<の>なんかこう、はい、自然とつながっていって、うん、あ、実はやっぱりここにつながってたんだな。いろんなことをやってきたけれども、まあ、自分の結局。目指しているものとか、夢っていうのは、そこなのかなっていうのがありますね。はい、ああ。ありがとうございます。なんか、その辺があれですかね。その魅力発掘っていうところで。はい 実は自分は気づいてないんだけど、ここが魅力だったっていうところに気づいて、しっかりそれをこう、あの言語化して共有していったり、はい、まあ形化していくっていうところとも、なんか繋がっていくことです。ね。はいはい、ありがとうございます。そうしましたら、えー、そういった夢やビジョンを持つようになったその出会い、それでその出会いの中で、どんなこう気づきとか発見っていうのが、えー、あったんでしょうか はい、これはですねもともと個人事務所を立ち上げたのが5年ほど前になるんですけれども、はい、その時すでにその魅力発掘っていうキーワードはなんかこう自然と自分の中で持ってたんですけれども、えー、それの元っていうのはなん何でしょうね個性とからしさっていうものが その事業の魅力にもなりますし、まあ、はあ、ウェブ制作で必要なそのブランディングですとか、まあ、コンセプト作りの元になってるなっていうのは、まあ元々その会社員で仕事をしてる時からおそらくすごく感じていたことだったのかなっていう風に思います。はあはあ、ただそれがさらにその夢としてこう膨らんでいったというか、より多くの人にっていう心境になったのは、デザイナーの仕事からこうさらにちょっと コンサルティングのお仕事、まあ、今、会社でやってるような、はあ、そういった仕事をするようになったことが、結構きっかけなのかなというふうに思っています、うん、あの先ほど、会社員でデザイナーやってましたってお話をしたんですけれども。ああああ あの独立する前から会社員ウェブデザイナーとしては、まあ、7年くらいお仕事をしてたんですね。はいうん、なのでもう社会人になってからの私の仕事っていうのはもうなんか個人プレーがメインでこうパソコンの前でひたすらカタカタカタってもうパソコンとにらめっこをする時間っていうのが、はい、ほとんどの社会人の時間を過ごしてたんですね。 それが本当にひょんなことから独立して1年ぐらい経ったときにご、うん、知人が紹介をしてくれてこう経営相談の仕事っていうのをさせてもらうようになったんですね。へえ<ー>。これ、はい、<laughs> 本当にあの偶然だったんですけれどもは<ぁ>たまたまそのウェブを活用したいという方が結構需要としては大きいんだけれども相談に乗れる人が少ないからっていうところで<ぁ>よかったらやってみないかっていうので<ぁ>あの声をかけていただいて始めて。へー まあその後、その中小企業の公的支援機関の方も、なんかその活動をちょっと見てくれていて、うん、はあ、でその方に声をかけてもらって、その国の経営相談員っていうのもこう数年やらせていただいてたんですね、はあ、なので、まあそこで初めて、誰かにアドバイスする、自分で完結するんじゃなくて、誰かにの相談に応える仕事っていうのを初めて体験したんですけれども。はあ まあ、あの先ほど言ったようにそのウェブ活用のご相談っていうのがメインだったので、はい、まあ今までの,その会社員時代とか個人事業のまあ知識とか経験に基づいてこう答えることはできるんですけれどもただその経営相談なんてもう全然何のノウハウも持っていなくて。う まあ、ただねもともと持ってたその魅力発掘っていう自分のその価値観に沿ってこう相談者の方のこういうことがしたいと思ってるんですけどっていう気持ちはこう基本的に背中を押すスタンスで<ー>その人らしさっていうのを見つけてそれをこう実現するためにとか、うん、その人のやりたいことを実現するにはどうすればいいかっていう視点でこうご相談対応っていうのをしてたんですけれども。 ただそこでちょっと難しいなと思ったのが、うん、そのバ政策制作と違って、はい、まあ支援の影響力が強いというかその人の人生とか<ー>そういうところにまで関わるようなアドバイスをするシーンがあったりするので、うん、こう自分の発言の持つ力の大きさに伴って、はい、自分のやり方というかこれでいいのかなっていうのがこう自信がない時期っていうのが結構1年ぐらいあったんですね。 っていうのもその公的支援機関で、まあ、経営相談をやってる中で私以外にも20名ぐらい他にもあの同じような経営相談員、まあ、専門分野はさまざまなんですけど、はい、いろんな方がいらっしゃって、はい、その中ではこう利益が上がることが大事っていう価値観で。うん まあその人がこう,こういうことしたいんですって言ってもそれが利益につながらなければいや,やめた方がいいですよっていうふうに諭したりですとかあ,<ー>あとその,そのまあ利益のための行動をさせる、まあ、それもなんかこういうこともできますよっていう提案じゃなくてもう今日からこれをやってくださいみたいなかそういったことを言う方っていうのも結構いらっしゃるのでまあまあビジネスなのでね、はい、当然こう利益が出ないと立ち行かないですし。 自分の中ではその相談者の思いを尊重したいっていうのはあるけれどもただビジネスっていう観点で見たら甘いのかなとかこう自分のするアドバイスをこう自信を持って断言できないような,<ー>なんかそんな気持ちになった時期があったんですね。うん、でこう理念合同会社の今共同代表っていうのがもう1名いて 2>, <ー>2名代表でやってるんですけれども、まあ、その人に会ったのがこの時期のこの仕事でだったんですね。あへー でその人間がこう私と同じような考えとか価値観を持って仕事をしていることが分かってまあ私のその当時の迷いというか<ー>自信のなさとかっていうところに話した時もいやそのやり方は間違ってないと思うっていうふうに言ってもらえたことでこれ、えー、がこうまさにこう自分がやりたいことを言って受け入れてもらえて。 まあそこからこう自信を持ってこう相談者の方にも対応できたりそれで感謝されたりとかっていうところでまあ自己実現っていうのもできたっていうのがまあ,ある種その自分自身の成功体験にもなったのかなと思うんですけれどもなのでまあこのなんでしょう出会いがきっかけというか。 のの持っっててるこの価値観ってきっと必要としてる人もいるよねっていうところにこつながっていって、うん、なんかその人たちのために仕事ができないだろうかっていうところでこの理念合同会社っていうのができたっていう経緯があるのでもともとやってた個人の事務所とその新しくできた会社とでまあその夢である こう自分のやりたいことが言える、実現できる世の中っていうところに向かって、まあ、自分自身がやれることっていうのはのたくさんあるのかなっていうふうに今は思ってます。あ,ありがとうございます。なんか、あれですね、ど,どうしようえたみたいな、<laughs> すごい嬉しかったんじゃないかなって今、聞いてて思いましたうん。すごい出会いだなって今、話を聞いてて感じました。<laughs> ありがとうございます そうしましたら、そういった気づきや、その出会いの背景さらに背景にどういったものが終わりだったと思いますか、はい、そうですね、まあ、なんかその発見とか出会いの背景っていう風に言うと、はい、まあ先ほどのお話のこの経営相談のお仕事で感じてた迷いとか、そういったものがこう問題意識というか、モヤモヤとしてあったのかなっていう風に思うんですけれども。うんうん さら、まあ、にその前段階のそもそもその誰かの思いの尊重っていうのをなんで自分が大切にしてたんだろうっていうふうに考えると<ー>、まあ、多分私自身がこう自分の気持ちみたいなのを結構表現したいタイプの人間で周りに対してもなんかこう話しながら「この人ってこういう時どういう行動とかなんか発言するんだろう」っていうのをなんか考えるのがすごく好きだったんですね、うん、子供の時から。 えー、なのでなんかもうもともとの性格というか特性的なところもあるのかなって思っていてはい、はい、人間っていうものにすごい興味があるのかもしれないなって <laughs> ちょっと思いますね。んかこう世の中にはこういい人もいれば悪い人もいて、うん、それによってこう、まあ、人間に興味があってこうスーッて近づいていくと嫌な思いをしたりとかっていうことも。 まあ今までもたくさんありましたしこれからもまあ,あるのかなと思うんですけれども、うん、まあでもなんかその中でもこう自分の思いをちゃんと持ってる人とか、うん、まあ人のことを大切にしようとしてる人とか何かそういった人を大切にしたいなっていうのは本当に最近すごく思いますし<ー>なんか最初に話したような、ね、こう人の思いとかやりたいこととかをこうバカにしたりとか「うん、何言ってんだろうできるわけないよ」みたいなことをちょっとこう離れたあのところから言うだけの人じゃなくって。うんうん まあそこに向かってねこうまっ、あ、すぐ頑張ってる人がかっこいいなって思いますしま広さていくような世の中であってほしいなっていうのはすごく思いますね。うん、まあちょっと余談になっちゃうんですけれども、はい、私が先ほどその活動指針としてお話しした、はい、まあ魅力発掘とか共感とかって。はい あった人あった人にいちいちそれを話してるわけじゃなくて心の中で、ね、それは大事にしながらお仕事をしてるっていうところなんですけれど以前ある時クライアントさんからこう「栗原さんは自分のやりたいことにこういつも共感してくれるので何でも話せます」って言っていただけた時があって、はい、まあその時にハッとしたというか。 あのそういうことって言わなくてもちゃんと伝わるんだなっていう共感っていうキーワードを出してくれたりっていうのもそうですけどあ<ー>あちゃんとなんかそういうふうにあの信念というか思いとしてやってることっていうのはあの伝わるし、まあ、評価というか良いふうにこう思ってくれる人っていうのはちゃんといるんだなっていう発見がそこであってなんか嬉しかったんですよね。うん なので、こう、自分の思いみたいなのを、こう、叶えていけば、こう、自然と、こう、いい仕事もできるんでしょうし、なんかこう、私自身も含め、まあ、いろんな人のやりたいこととか、まあ、その人の思いっていうのを、こう、後押しして、実現できるお手伝いをしたいなっていうふうに、そのエピソードで、ちょっと、より思いましたね。それは、嬉しいですね。<laughs> 嬉しかったですね、すごい。ね <laughs> ね、一番自分の、なんか、大事にしてたものを。そうなんですね。相手が。 言っっててくれたって、ね、ち,ょっとちゃんと伝わってたんだと思って自分がやってることは間違いじゃないんだなってやっぱり別の価値観の人とかそれでこううまくいってる方とかを見るとやっぱり自分のやり方って合ってるんだろうかってちょっと迷う時ってあるんですけどただやっぱりなんかそういういいフィードバックをくれる方とか,なんか自分のその思いっていうところに気づいてくださる方っていうのがちゃんといるんだっていう気づきはなんか自信を持ってさらにこう。 頑張っていこうっやそうですね。あっ本当に大事な思いっていうのは伝わって連鎖していくんだなっていうのを <laughs> 話を聞いててそう感じました。なのでそういうことをこう遠慮なく言えるようなこの人にだったら言えるわと思ってもらえるような人としてこう仕事ができたらいいなと思います私自身。うんなんかあれですね 何でも言えるお母さんみたいな。<laughs> <laughs> そうですね。あの将来的に目指すところはそういう感じがいいですね。器、うん、の大きいお母さんみたいない。ちょっと私のなんか変なイメージが入したかもしれないですけど。<laughs> <laughs> そういうところを目指してやっていきたいです。<laughs> うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ますええー、と誰もが言いたいことを言えてそれが実現できるっていうですね。 本当、そんな素敵な社会、ね、私も見てみたいなと、はい、今日は感じました。今日はありがとうございます。今日は栗原さわ子様にお話をお伺いしました。今日は貴重なお時間とお話ありがとうございました。